レベル42は、イギリスのフュージョンポップバンド、シャカタクト並ぶイギリスのフュージョンバンドである。代表曲、サムシング、アバウトユー、レッスンズ・イン・ラブは、米国でもチャートインするまでのビッグヒットとなった。レベル42の42は、イギリスのジョーク SF 小説、銀河ヒッチハイクガイドに出てくる生命、宇宙、そして万物についての究極の疑問の答えを、オマージュしたもの。 リーダーのマーク・キングメンバーは、リーダーのマーク・キング、マイク・クリンダップ、フィリップ・グールド、ブーン・グールド、フィリップとブーンは兄弟であり、アルバム、ラニング・イン・ザ・ファミリーを最後に脱退した。なお、サポートメンバーに、ウォーリー・バ・ダルーがおり、初期のヒットに貢献した。5人目のメンバーとしてみなされていたが、性メンバーにはならなかった。他メンバーに、アラン・マーフィージャッジャクス・ジク、ゲイリー・ハズバンド、 ネイサン・キング、リンドン・コナー、シーン・フリーマンがいる。1979年にジャズ・ファンク、フュージョン・バンドとして結成。1980年代を通じてイギリス及び世界中でいくつものヒット曲を飛ばした。デビュー時しばらくはインスト志向のマニアックな色合いが強かったが、E&K のメンバー、ラリー・ダンをプロデューサーに迎えたあたりから、商業的な路線に方向転換を見せる。 バンドは1994年に一度解散しているが、マーク・キングのソロプロジェクトという形態でメンバーを交代して再結成されている。2006年にはオリジナルメンバーであるマイク・リンダップが復帰し、新作アルバム、レトログライドをリリースするとともにツアーを行うことが決定した。メンバーはリーダーのマーク・キングにマイク・リンダップ、リンドン・コナー、ゲイリー・ハズバンド、ネイサン・キング、 コーラスのシーンフリーマン。また、オリジナルメンバーのブーン・グールドも曲作りに参加しているほか、一曲のみ演奏に参加している。詳細は、レベル42の作品を参照レベル42、アルミューズイックハット、レベル42の表記もある。ありがとうございます。